今回は僕らのの中でも最も印象に残るエピソードの、地図の紹介になります。正統派お嬢様タイプの女の子で、姉のことをとても慕っている。自分の通う中学校の教師である旗貝に心を惹かれ、性的関係を持つが、裏切られ、旗貝の知り合い数人に売られてしまう。しかもその模様をムービーに撮られて口止めされる。旗貝を殺して自分も死のうと決意したが、自分の体に子供を宿していることに気づき、犯罪歴のある母親にはなれないと一度は殺害を諦める。しかし、ジアースの力を得たことで再び旗貝への復讐を決意する。戦闘は過去編の続きから始まります。過去殺害後地図が6人目のパイロットとなり、フィップと戦うことになる。しかしジアースを使い自分に性的暴行した。人たちに復讐をする。最後に殺そうとした旗貝の横には姉の姿があり、復讐を断念した地図は、姉のために敵と戦う。敵を倒した地図はジアースの後天に注意するように言い、自分の子供と共に息を引き取った。この回で未契約者がいることが判明した。